はい、皆さんこんにちは、ポニテイシーです。今日はですね、ロマン部やっていきたいと思います。これからピッピ樋口くんを呼び出して、メガネクイズ X デッキを使ってくれとお願いをしてるんですけれど、はい、僕の方はですね、拡張パックアローラの月光より新カードエルフーンをですね使っていこうと思います。はい、エルフーンは余計な綿毛という技を覚えてまして、次の自分の番、この技を受けたポケモンが気絶した時サイドを2枚多く取ると。はい、その1、相手のメガ進化ポケモンにダメージをがっつり与えておくと。その2、エルフーンの余計な綿毛を使うと。はい、3を使う。はい、これによって一気にサイド6枚取れますと、そういうロマンがあります。はい、それ今回ですね、メガネクイズ X 相手にですね、このロマンをぶつけに行くという感じで、挑戦をしていきたいと思います。じゃあちょっとピッピ樋口くん呼んでいきましょう。はい、というわけで今回、ピッピ樋口くんに来てもらいました。ピッピ樋口です。さあ、ロマンを決められるかどうかやっていきましょう。バトルスタート。はい、ウソッキースタートね。ウソッキー入ってるメガネクイズ X か。こっちはイリトリ X ですよ。いきましょう。まずはういジャイスポスト、はい、フラダリを超えます。はい、ハイパーボールでフラダリとアクエネルギーをトラッシュしてカーペテフ GX。 もうね、これからシーミー X は使わない宣言ですよ。僕はこれからカーペテフ GX と一緒に行っていきますよ。ワンダータッチを使って山札から持ってくるのがプロトーン博士、そしてピリオックス。6枚見てアクエネルギーがありましたので門面につけます。イベルタル EX にこだわりハチマキをつけてサイエンドラボ、特性を無効化する種ポケモンね、お互いね。そしてプラザ博士7枚引く。おお、理想の動き。頑張ります。はい、じゃあピッピの番です。はい、ハイパーボール使います。はい、N と軽石をトラッシュしてデックザ EX。 なるほどね。はい、うん、でそのままデックザ EX をベンチに出して、はい、デックザソウルリンクをつけます。おい、基本ハガレエネルギーをつけます。はい、サポートリーリエですね。お、強い。はい、最初の番なので1枚になるように7枚してます。はい、シーンなしでこんなに回るとは。じゃあ僕の番、これで終わりです。はい、はい、引きます。はい、ほい。よし、エルフーンに進化します。トレーナーズポストを使います。4枚見てありません。イビルボールかな。イビルボール、エネルギー3つなので50ダメージです。はい、頑張ります。どうぞ。はい、ピッピーの番です。基本鋼エネルギーをつけます。はい、バトルサーチャーダ AZ を手札に加えて使います。このウソッキーを手札に戻してメガレックザ EX を、そしてベンチに出します。はい、そして、メガレックザ EX のエメラルドブレイク。はい、はい、で60ダメージ与えます。危ねえ。よし、じゃあこれでいけるのか。これでサイクロン Y。 はい、サイクロン Y を使って90プラス30で120ダメージ。怖いお姉さん使います。はい、サイレントラボ取らしされて3枚取らしする、はい、アクエネギー N、 エルフーンを取らします。フーパー EX を、はい、ベンチに出します。あ、なるほどね。はい、サイレントラボが取らしされたので特性が働きます。でメガレックザ EX のエメラルドブレイクで150ダメージです。
はい、倒される、はい、気絶です。1000枚ドル、はい、エルフーンでオッケー、行こう、行きましょう。余計の竹、次の自分の番、この技を得たポケモンを消したとき最後2枚置くとる。さあ、番終わります。はい、じゃあピッピの番です。メガレックザ EX のエメラルブレイクで、エメラルブレイクで、エメラルブレイクで、エルフーンを倒します。しゃ、よかったうわ、マジで逃げなかったんだあ、逃げてもいいですか。ん、逃げてもいいですか。もう遅い。引きます。忍者ごっこを使います。え、自分の場の種ポケモン1匹選ぶ。山札から種ポケモン1匹選んでポケモンと入れ替える。あ、ブラッキー X、ブラキン X ちょっとイルテ X に入れ替えます。知ってる、ブラキン X って。昔見たことがあります、ブラキン X っていうのはですね、エンドゲームという技を覚えておりまして、この技のダメージで相手のメガ進化ポケモンを気絶させたならば再度2枚を取ると。ロマンの時いっちゃいますよ。はい、じゃあ山札を戻して、いつも山切ってるから早く山札切り終えて、はい、はい、いきますよ。はい、はい、小倉島ついてますので、メガレックザ X に対して与えるダメージは100ダメージですね。エンドゲームで、エンドゲーム100ダメージを与えて、ちょうどぴったり気絶220ダメージになります。これで、気絶ですね。はい、はい、気絶して、まずメガレックザ X、 メガ進化ポケモンなんで、エンドゲームの効果が働きますね。はい、なので通常のストレストラッシュして、はい、通常の2枚に加えてさらにもう2枚引いて、ここで余計な綿毛の分でもう2枚取って、再度6枚一気に取って勝利です。イエーイ。このロマン、普通に行きましょうか。今なんかもう、え、これ俺1回で決まんないかも、うん、というわけで今回は、はい、ポニテイシーの勝利で形でですね、ロマン部にしてはかなりあっさりと決まっちゃった感じですね、今回。というわけでロマン部、今回は無事成功しましたが、またね、なんか難しいものにも挑戦していこうと思うんでね、皆さんぜひなんかネタとかいいのがあったら、ハッシュタグロマン部までお願いします。ツイッターでね、つぶやいてくれたら、僕らもなんかこういいやつだったらね、ちょっと特に新しいカードを使ったロマンがあったらなおよしって感じですかね。はい、またロマン部不定期ですが、また次回。